第66回カンヌ国際映画祭は2013年5月15日から5月26日にかけて開催された。主要コンペティション部門の審査委員長はアメリカ合衆国の映画監督であるスティーブン・スピルバーグ、シネファウンデーションと短編映画部門はニュージーランドの映画監督であるジェーン・カンピオンが務めた。オープニング作品はバズラーマン監督の華麗なる。 ギャツビー、クロージング作品は、ジェロームサル監督の、ケープタウンである。映画祭のポスターでは、ポール・ニューマンとその妻のジョアン・ウッドワードがフィーチャー、されている。最高賞であるパルムドールは、アブデラティフ・ケシシ監督のフランス映画、アデル・ブルーは熱い色が受賞した。コンペティション部門には、以下の作品が選ばれた。ある視点部門には、以下の作品が選ばれた。 コンペティション外では以下の作品が上映される。2013年4月23日に監督週刊のラインナップが発表された。2013年4月22日に国際批評家週刊のラインナップが発表された。カンヌクラシックスでは過去の作品の修復版が上映される。コンペティション部門の審査委員長であるスティーブン・スピルバーグ。最高賞であるパルムドールは アブデラティフケシシュ監督によるフランス映画アデル、ブルーは熱い色が受賞した。コンペティション部門史上初めて審査員側は監督のケシシュと共に出演者のアデル、エグザルホプロスとレアセドにもパルムドールを送った。ありがとうございます。